皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は沼津市にあります飛龍高校を紹介します。飛龍高校と聞くとやはりスポーツの高校って、ね、皆さん最初に頭に浮かぶんじゃないでしょうか。特に相撲有名ですよね。でも飛龍高校別にスポーツだけの学校じゃないんです。学習面でもさまざまな改革をしています、している最中です。ではその主なものを5つ最初に紹介しておきます。1つ目は45分授業の実施です。普通高校の授業って1授業50分ですけれど、これを45分にしてあります。50分だとみんな集中しきれないんですね。後半の部分でもぼーっとしたりしてる。だったらこの後半の5分を取っちゃって、その5分別の学習で有効に使おうと、ね、そういうのがこの45分授業の実施になります。2つ目は定期テストの配信。あ、定期テストないんだ、羨ましい、ね、そう思った人いるかもしれませんけれど、皆さんがテスト勉強しているときどうなっています？こういう人いませんか？でテストがあると、そのテストの期間だけ一生懸命勉強するけど、テストが終わったら、頭の中はどん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 忘れていって何も残ってないと、かなりの割合でいると思うんですけど、それがないように定期テストを廃止したんですよ。学んだことをしっかり身につけるために定期テストの廃止をした。その代わり授業の中でしっかり身につくような工夫をしているということです。3つ目、全日制課程の通信教育。飛龍高校、今年の4月から通信制高校を設置しました。ただしこの通信制高校は中学からの募集はしていなくて、転入と編入、これだけを受け付けています。次は生徒の個性を共有できるチーム担任制。普通クラスは担任と副担任の2人で運営していると思うんですけれど、飛龍高校ではそれぞれの生徒の個性を共有するためにチーム担任制、全体で担任すると、そういうシステムをとっています。最後5番目なんですけど、これは次の受験からの話なんです。自動車工業科の外国人生徒選抜、これが始まります。他にもいろいろあるんですけれど、主なものをここで5つ紹介してみました。では科の方の紹介に移りますね。飛龍高校の科は普通科と自動車工業科の2つの科があります。普通科、これは3つのコースがあって、総合スポーツコース、このコースに入ると3年間運動部に所属しなくてはいけません。2つ目は未来クエストコース、こちらは進学とか福祉とか情報 IT とか、そういう方な仕事に進みたい、そういう人のためのコースです。3つ目はシェフとかパティシエを目指すコースで、フードクリエイターコースというのがあります。ここで使うこの調理器具なんですけど、最新の調理器具、実際に調理人が使っている最新の調理器具、これが揃っていて、それで実習を行います。私の飛龍高校を訪問した時、このフードクリエイターコースで作ったクッキーいただいたんですけれど、とても美味しかったです。ありがとうございました。では次は自動車工業科に移ります。自動車工業科はマイスターハイスクール促進事業拠点校、今年になったんですね。これはどういうことかというと、将来日本の産業を背負う人材、これを育てる学校ということで、全国で8校だけだそうですから、これはすごいことだと思います。そして自動車工業科では2年生の3月に国家産級自動車総合整備資格、これを取ります。そして先ほどお話しした入試では外国人生徒枠、これが始まるんですね。で入試なんですけど、入試ってこれまでは
国語、英語、数学それぞれのテスト25分、これだけだったんですけど、筆記は。新しく新聞記事を用いた総合問題、これが加わります。これもテスト時間は25分です。つまり筆記の科目が3科目から4科目に増えた。でそれぞれのテスト時間は25分、こういうことです。それから面接ももちろんあります。そして通信制、ね、新しくできたんですけれど、これは中学校からは取らないで、高校からの転入とか編入、これを希望する生徒は対象になっています。今回は沼津市にあります飛龍高校、こちらを紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。